全世界の競馬ファンの祭典が再びやってまいりました。第2回ジャパンワールドカップ。世界で最も強い馬はどの馬なのか。選び抜かれた8頭による頂上決戦。ここ東京競馬場にはその歴史的瞬間を目撃しようと、今年も20万人の観客が詰めかけています。さあファンファーレ。1番人気、1番日本の誇り、銀シャリボール。2番人気は4番アメリカ最強馬ハリウッドリム。初参戦タイのジャンボナンプラーにも注目です。全馬ゲートイン体制完了。スタートしました。世界最強決戦です。まず飛び出したのは4番アメリカロングボディの2人乗り、ハリウッドリムジンフロム西海岸と早くもコサック。続いて3番直線番長、今回は縦髪を金色に仕上げてきた。そしてフランス2番ピンクフェロモン、騎手はソニアの妹クレモンティーヌゾラです。1番銀シャリボーイ松岡雅美はこの位置と早くもスシュウォーク、これは早すぎないか。その後ろ6番ピーピードーナッツ、小さいジョッキーカルキンジュニア3歳。続く5番中国からコンコン、馬には見えない。これを追いかけるのが7番タイのジャンボナンプラー。非常に大きな馬、騎手はムアイサンコンです。大きく遅れて最後尾、8番我らがハリボテ LG からフライパンを叩くような音が聞こえる。さあ今回も混戦模様のジャパンワールドカップ、各馬第3コーナーを回っていくと、ハリボテ転倒、やはり曲がれない、何かが散らかっている。大欅を抜けて最終コーナーへと流れ込んでいく。先頭依然ハリウッドリムジン、早々に立ち上がった銀シャリボーイ、じわりじわり上がってきている。最終コーナー先頭ハリウッドリムジン、内から銀シャリボーイが上がってきた。ピンクフェロモンムチが入る。ジャンボナンプラーの上ムアイサンコン馬を挑発。中国のコンコン内側から押し上げているぞ。残り400、先頭は銀シャリボーイと前足が回ったスシウォークターボ。大外から番長ロケットカウルが飛んできた。2番手はピンクフェロモン、3番手ハリウッドリムジン、胴体が伸びている。 PP ドーナッツは小さくスシウォークとパンダのコンコンキャッチアンドロール。しんがりジャンボナンプラーの上ではとゾウが怒った。振り回せサンコン、振り回されている。怒った、押し置きモンスーン。さあ先頭争いは馬とダンゴムシ、リムジンも伸びてきている。どっちだ、ゴット、リプレイ、突き刺さった鼻ストレート、ジャンボナンプラー。ゾウさんお鼻が硬いのね、そうね、サンコンは眠いのよ。ジャンボナンプラー鼻差で大逆転。確定しました。1着7番ジャンボナンプラー、2着には銀シャリボーイが滑り込みました。ジャパンワールドカップ、次は競馬場でお会いしましょう。花を大切に。